皆さんこんにちは、手帳の時間です。今回は1ヶ月を振り返る手帳タイムということで、10月に書いた3冊の手帳の中身を詳しくご紹介します。まずはメインのバレットジャーナルから。こちらは夢を叶える手帳として使っています。10月は貼るだけバレットジャーナルということで、ほとんどラベルとかカレンダーを貼るだけのフォーマットで作っています。10月の表紙の横は椎茸占いの月のアドバイスを貼っていました。余白が多いフォーマットですが、どのように書いているのか見ていきましょう。まずはマンスリーページから。こちらはセットアップした状態のマンスリーページです。これが1ヶ月経つとこんな感じになります。マンスリーは仕事とプライベートで分けています。今は予定をシャーペンで書くことが多いですね。で、ノートのところは気づいた時に書き込みをして、後から確認することとか次の月に回したい重要なことなどは付箋を使って移動ができるように工夫をしています。予定を書き写して付箋がいらなくなった時はリビングにあるカレンダーにこの付箋をペタッと貼るようにしています。ちなみにこの付箋はココ付箋と水玉さんの限定コラボデザインになっています。カードに入ったフィルム付箋でめちゃくちゃ可愛いですよね。これは近くのロフトで買いました。次は週刊トラッカーのページです。これはセットアップ時のものですが、1ヶ月経つとどうなるでしょうか。1ヶ月後はイラストを描いたりシールを貼ったり、余白があまりない状態になっています。10月の週刊トラッカーはクリーンカラードットペンでマークをしました。先端が丸くなっていてドット柄がすぐ描けるし、裏抜けもなく優しい発色でとても気に入っています。カレンダーを見てみましょう。このカレンダーは掃除のカレンダーなんですが、水曜日と土曜日はシャーペンでこう丸をしていると思います。これは週に2回頑張るぞというマークです。実際に掃除をした日はペンでマークをつけています。どんな掃除をしたのか、何をしたのかという気づきのメモとかよく書いています。次はウィークリーページです。ウィークリーページもほぼ自由欄みたいな感じになっていますね。1ヶ月後はどのような状態になっているでしょうか。1ヶ月後はほぼ空白がない状態です。ページの左側は個人情報の関係で隠していますが、右側を今から説明します。このウィークリーページでは長さ調整ができる付箋とキッタのマスキングテープを使っています。このキッタのテーマはフラワー4というものです。一番上の花柄のものを切って、そして余白の部分にピタッと貼り付けています。その時の気分でデザインが楽しめるのもいいですよね。このパステルカラーの付箋は100円ショップセリアで購入しました。長さ調整ができるのでウィークリーページのこの枠に合わせて切って使っています。この週は自分時間を充実させようみたいな週だったんですが、私がちょっと歴史の本とか好きなので図書館で子供たちの絵本と一緒に借りた本を読んだり、あとはあっちゃんの YouTube 大学でなんか気になる動画を見たりとか、そういう週でございました。付箋にはあらかじめ知りたいものとか読みたいものとかを書いておいて、実際に読んだり見たりするとこのようにペタッと貼り付けるようにしています。これもなかなか楽しいです。このセリアの付箋はパステルカラーで5つも入っていてすごく可愛いのですが、おすすめできるかというとかなり微妙で、1つを引っ張るとこのようにぐるぐるぐるっと巻き込んでしまうんですね。巻き込んだらこういう風に手でピッピッピッと自分で戻さないといけないんですが、これめちゃくちゃストレスですよね。買った後に失敗したかなと思ったんですが、こういう風に両脇を留めながら出すとスムーズにできるので、今はそうやって使っています。こちらはカスタムページです。カスタムページというのは自由に使えるページなのですが、私はマインドマップを書くことが多いです。例えばこれは11月といえばというマインドマップになっています。これを整理してテーマを出した後に11月の無印良品のマンスリーノートを書きました。11月とか秋に使えるちょこっとイラストを動画でも配信していいので、ぜひ見てください。こんな感じで私のバレットジャーナルは最初は余白たっぷりですが、1ヶ月終える頃には結構埋まってぐちゃぐちゃになっております。次は何でもノートをご紹介します。
10月に書いたノートの中身を見ていきましょう。10月はハロウィンの月だったので、ちょこっとイラストの書き方だったり、あとはドラえもんの書き方だったり、リクエストをいただいて書き方の発信をしています。でこちらはすみっこ暮らしですね。これは手帳や日記に使えるデコ文字。私は手帳やノートにほぼこのデコ文字しか使っていないというくらいヘビーローテーションで使っています。あとは簡単コーヒーの書き方。冬になるとたくさんコーヒーを書きたくなるんですよね。で、あとはチャーリーブラウンの書き方。これすっごくおすすめなので、ぜひ書いてみてください。私の場合は予定を管理するバレットジャーナルと、イラスト専用のこの何でもノートを使い分けることで楽しさが本当に2倍になりました。お気に入りのノートを見つけて見返すのが楽しくなる、そういう一冊を作っておくと、また手帳時間が楽しくなると思います。最後はプライベートで書いている無印良品のマンスリーノートです。子供が3人いるのですが、子供たちの記録は絵日記にしています。育児日記とかしっかり書けるタイプではないので、このように一マス一マス1日ごとに書けるタイプは私の性格に合っているみたいです。月の初めに数字のスタンプをポンポンポンと押して、そして黒ペンはいつもユニボールシグノの 0.28 か 0.38 を使っています。時間があったら月の色を決めて色付けすることもあるのですが、黒ペンで1本で楽しむことがほとんどです。裏抜けはあまり気になりなし、気になりません。完全にプライベートなので同じような絵を描くことも多いですが、あ、この時はこうだったなと思い出せるので、この毎日絵日記が大好きです。ということで、今回は1ヶ月を振り返る手帳タイムということで、3つの手帳を振り返っていきました。この動画が少しでも参考になれば嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。